トゥデイアランド FM 始めたいと思います。マイトマーキです。サンフランシスコにあるスタントアップでエンジニアとして働いています。ユースケです。ベイリアのテックカンパニーで働いています。はい。トゥデイアランドではベイリアで働くソフトウェアエンジニアが気になったトピックをるく紹介しながらトレンドを追っかけていきます。ということで、ユースケさん。はい。どうですかジュライフォースでしたね。ジュライフォースでしたね。はいはい。独立記念日。 なんか楽しししいことしました。うんバーベキュー行ったりとかイベント行ったりとかなんか日本の人が集まる会に2個ぐらい行ったんですけど、はい、どちらでもあの声で認識してもらうっていうことがありましたね。えそんなことあります声で認識してあ,あります。ありますえっともしかしてあのポッドキャストしてる人ですかって言われたのがなんと数回ありましためちゃくちゃ嬉しい。おお <laughs> めっちゃ熱いですねそれすごい。めっちゃ熱い。<laughs> へそんなこと言われたことないですね。ゆうすけさんんのの声の方は特徴があるんですかねいやなんかあのー、おた2人ともあるみたいですよ特徴が。はいなんか自分の声は自分で聞いててすごいふにゃふにゃしてるなって思うんで分かるんですけど。はいどこからあのこのポッドキャスト途中から聞いても誰が喋ってるか分かりやすいっていうのではあの評判です。 あの僕と今井さんの声質が違うのでおーなるほどそれは思いもよらない意見ですね <laughs> はいそうなんですはいよかったです、うん、はい今井さんは独立記念日どう過ごしましたなんかあんまあの奥さんがちょうど LA にあの仕事で行く予定が、まあ、急遽入ってなんでずっと娘と一緒に 過ごしていたんであんまり特別なことはしなかったです。一応あの友達ん家に遊びに行ってあのご飯いた頂いたりとかそういうのはしたんですけど、うん、あんまりしてないですね。<laughs> まあ夜だけですねうちの家から花火が見えるんで見えたんですよっていうか見えたんでその花火ちょっと見たりとかしたぐらいですね。<ー>うん、ちなみにこのジュライ・フォースの、はい、フォース・オブ・ジュライ。あのーはい 日本の人にどれぐらい花火がすごいかっていうのを伝えようとすると花火が1週間とか2週間前ぐらいから打ち上がり始めるんですよね。<ー>夜にはいはい、そうですね。うん、そう,そ,うそう。で、徐々にその数が増えてって、昨日僕の家の周り、イースト・パラールド近いので、結構すごいんですよ。イースト・パラールドとサンマテオが近いから、夜8時ぐらいからだんだんピーク、ピークの10時ぐらいまでバーって増えてって、 12時ぐらいまでめっちゃ盛り上がってて2時ぐらいまでたまに上がるみたいなあそうそんななんでそんなすごいですねさすがにこっち今自分の住んでるホスターシティはまあそもそも田舎なんであんまりうんないですけどただそれでもやっぱり普通に夜中にポンポンポンって聞こえる時ありましたねであの橋が結構う,うちの町あるんですけど そ橋のちょうどんか真ん中のところに花火の残骸とかが置いてあって多分ここから花火あげたんだなみたいなのとか見れたんですけどありますね、うん、風物詩ですよねこの時期のうん本当好きですよねなんでしょう本当に <laughs> また情緒がない花火あげるんですよもうそうですね、うん、全然ないですね <laughs> なんか、はい、お音と勢いとだけの、うん、花火です、ね、そうなんです あと週末ネタで言うとあの何、ー、だろうなんか進路相談じゃないけどこっちでやっていくにはどうしたらいいんだろうかみたいな話で迷ってる学生とかそういう子とかに舞うことがあってうん、うん、それこっちの学生ですかこっちの学生ですねで、うん、そうこっちで学生してるんだけどインターンとかもしてるけど就職不安ですみたいな子はやっぱ結構いて。 うんうん、そのハイアリングフリーズしてることとかあとあ<ー>、うん、景気後退を受けて不安がってる学生とかと会うことありましたね。それ結構難しいですよねこの特にインターンというかもう学生さんだとある程度その就職のタイミング決まってるから選べないといえば選べないしなです。まあ 思い切って1年間旅に出るとかはまあできるかもしれないですけど <laughs> <laughs> あ,あんましないですもんねやっぱ、うん、意外とねあの新,ん新卒採用とかあるからアメリカも、うん、インターンが重要ですもんね、うん、インターンはいかにやって次につなげているかみたいなのはありますよね、はい、うん確かにそうなんですねまあ就職以外でもねなんか残る方法って結構なんだろう あの会社を作っちゃう人とかもいるし、うん、大学院に行くとかっていうのも手もあるし残るだけならいくらでも手はあるんですけどねうん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 、うん、確かにはいまあいいですね学生さんの相談に乗るっていうそうですね、うん、あのすごいリフレッシングですようん,うんどの辺が新鮮なこうアイディアとかが出るとかそういう意味ですかえなんか自分がストラグルしてたことを を追体験すするみたいなな感じなんですよね。けどやっぱすごくってその自分がいかに調べてなかったかとかっていうのが分かるんですよ彼らすっごい調べててこれこれこれなこういうオプションがあると思うんだけどこれは難しいってめっちゃ考えてるんですよねうん僕とかはもう行き当たりばったりだったからうん。そうそうただやっぱ考えて考えて結局どのオプションも取れなくなっちゃってるみたいな人もたまに見るんでうん うん、まあなんかなそうそうとりあえず正解っぽいもの自分にとって正解っぽいものをやればいいのになって思うことはありますけどねそうですね行動することも大事ですからねやっぱり最後はう,、ね、うんそうそうそれなんかそれすごい感じるなと思っていて特にうちの奥さんはすごいその辺なんか行動をまずする行動してから考えるぐらいの勢いがあるから うん、自分もそういうのを見習いたいなっていう風に思う時がありますね。まあ、今回その LA に行ったのも本当なんだもう2日前金曜日とかに決めて日曜うんって土曜日出発とかにしてたんですげえその,の行動力すごいなと思ったんですよね。それって手打ったけど大失敗に終わることとかってあるんですかああどうなんでしょうね。今ととここ聞いたことないたなですけど、まあ そういうのもあるかもしれないですけどまあそれはそれでけどなんていうか学びはあるのかもしれないですけどね。なんか一番怖いのって多分そういう子たちが一番怖いのってなんか頑張ってやってみたけどダメで全てがダメになっちゃったパターンみたいなのが怖いんだと思うんですよね。うんうん、実際やってみて何の学びが得られないってこともないだろうし。 やらなかった場合のオプションってわからないので、結局まあやってみてよかったなって思う気はしますよね。うん。うん、そうですね。だから、うん、そう思ってるほどのリスクはないっていうのは結構往々にしてある気がしますね。自分,が考えてる分かります。うん。ほどはないので。僕もそれはあの思いますね。自分に聞かせないといけないことですね、うん、僕は。うん。うん、そう。まああとは トレードオフはもちろんあると思うんで、そのトレードオフを許容できるかできないかっていう話にはなってくると思うんですけどね、すごい、だからお金とか関わってくると、やっぱり、あの失う、実際失うものが大きいからそうですね。はい。20代の時って、なんだろう、あの、えっ、ー、と、10K、10K っていくらだろう、1万、ん一万ドル、100万円ぐらい、100万円ぐらいのお金に対して、すごい、 大金だと思ってたけど、徐々にこうキャリアを進んでいくにつれて、そういうものって、何ですかあの？パーセプションが変わってくるじゃないですか。ありますねだその。お金の制限とか、時間の制限に対して、過大評価しない方がいいような気がするんですよね。多分、だだ大稼ぎができるのは、あの今、自分では大稼ぎできるのは三十代と思ってるけど、多分四十代、五十代とかなんでしょうね。あの本当の代理ターンが返ってくるのって。うん そうです、ね、そう,うん分かんないっすけど <laughs> どこかどうで、うん、まあだけどそういうお金は、うん、あの価値観は変わってくるっていうのは本当そうなんでそうですねそういうことに対してもやっぱグロースマインドセットを持って向き合えると随分違うと思うんですよね、うん、あの今持ってる貯金を守らなきゃっていうのではなくて こうそれを使ってどう成長していけるのかみたいなあのこれが最大の稼ぎではないんだみたいなことを思ってもしくはあのそれが自分にとってのこう自分の幸せにとって大事なのはその貯金の額ではないとかそういうことに気づくとかなんかお金や時間に本んうん、うん、の価値観は変わるからあまり課題にリスクを課題評価しない方が基地なこともありますね。 間違いないなです、うんま、全部自分にこう帰ってくるんですけどねこういうのはね, <laughs> のうでね人に話すことで <laughs> あの自分も気づきありますよねこういうあそっかそっか自分もそうだよなっていう気づきがありますはいすはい間違いないまあそんなところではいメイントピック今日のメイントピック、はい行きたいと思うんですけど今日はですねあの自分が、ま ちょっと今自分が使ってる Mac がぶっ壊れかけててうん、うん、どれぐらいぶっ壊れてるかっていうとまずキーボードがあのなんかタイプがうまくできないっていう問題があってで<ー>さらに最近もなんか電池の調子が多分悪いからだと思うんですけどなんかすごいパキパキ音をするんですよ電池から <laughs> すごいっすね何回わかんないけどパキパキっととしてやべえってことでまあ Mac はちょっと買い替えようと思ってるんですけど あのまあ、それでちょっとこの今回紹介したいブログがその Mac のセットアップについてあの <laughs> 書いたブログがあって <laughs> はいでこのなんかセットアップ人のセットアップみんな結構面白いなと思ったんで紹介したいですっていう、まあ、ちょっと今前置き長かったんですけど <laughs>、はい、話ですはいで、えー、っとこのまあ Mac のセットアップを紹介してる人はあのショーン・ワングさんってたんですけどこの人 SWYX っていうハンドルネームでやってやって,て 結構あのなんですかタイプスクリプトとかあのネットリファイとかそういうなんか JavaScript 系のウェブフロントエンド開発で有名な人なんですねでこの人が、まあ、最近 M1Mac 最近っつってもこのブログ自体が多分いつだっけな、まあ、1か月2か月ぐらい前だと思うんですけど、まあ、M1Mac 買ったんでそのセットアップ公開しますって言って、まあ、この人その買い替えるたんびにあのセットアップを 公開していてい、まあ、これが多分3回目ぐらいの公開なんですけどなんかそれぞれその Mac を買った後にどんなセットアップしたかっていう話をしておりますと。でこのうんまあほつらつら書いてあるだけなんで内容的には別にそんなに面白くないっていうかなんのあれもないんですけどなんかまあちょっとかいつまんでどういうセットアップをしてるかっていうのを、まあ、軽く 紹介というか、なぞっていくと、ま,あ、まずあの、M1 買って、って一番最初にこの人がやってるのは、あのまあ、ブラウザーをまずダウンロードして、クロームを入れて、デフォルトにするっていう、やりますよねっていうので、でその後にログインする、ツイッターにログインするっていうのが <laughs>。<laughs> 次がツイッターなんだ <laughs> そう。だから、ツイハイっぽくていいなと思って。 で、その後は GitHub と Gmail と、まあ、その辺やりますと。で、まあそこら辺はまあみんなやると思うんですけど、まあその後何していくかっていうと、まあ Zshell ですね。今あの Mac、あ、そうか、ゆうすけさん Mac 今何使ってますなんか Mac 使ってますか ?M1 の,の MacBook Air と MacPro、はい、と仕事が MacPro と MacBook Pro。 1> 1最近 M1 のやつ、M1 なんだっけ、MAX みたいなやつ。おー、すごい。なので、最近セットアップしてますね。えー、なんか、そのし、使い分けとかあるんですか、それ。えーっとですね、もともといや、処理が重いものは MacPro でやってたんですけど、多分 M1MAX だかなんかの MacBookPro なら、必要ないと思うんですね、MacPro、もう。ん<ー>うん うん、なるほど、なるほど。やっぱり M1 マックは早いっていうことですかね。うん、今んところいい感じですよ。ああ、最近変えたんですか最近、あ今日、今日セットアップしてました、まさに。あそうなんですね。じゃあ、すごい、これタイムリーじゃないですか。めっちゃタイムリーですよ。うん、なんだ、よかった。えっと、うん、<laughs> そうそう。で、<laughs> まあこの人は、あ、なんですけど、まあ、この人フロントエンド周りだから、多分その、 何でしょうユうスケさんどっちかというと多分 X コードとかそういうのセットアップが多いのかなと思うんですけど、まあ、この人はセットアップ多分フロントエンドよりだし、はいうん、あと結構そのこの人発表とかするんですよねいろんなとこで、うん、なんで発表に特化したセットアップが結構多いなっていう全体的な印象としてはありましたうんでまああのどんなセットアップしていくかっていうのをちょっと見ていくと、まあ、結構なんでしょうね あまあ、全部ちょっとリストアップするのは大変なんで面白いなとか気になったなとかは上げていくとあのシステムセッティングで結構いろいろ設定変えててなんか例えばスポットライトをなんかこれ多分アプリとシステムプリファレンスだけ設定しかまあ表示されないようにするみたいなことやってるっぽくてあのファイル検索とかには使ってないんだとかそういうのをターンオフしてるんだとか あとまあ、シリをまあターンオフしたりとか。まあそうですね。シリ、うん、ってターンオフできるんだって知らなかったから、すごいあの知見というか、うん、自分もやろうと思いましたっていう <laughs> <laughs> <laughs>、うん。で、まあ、その辺システムセッティングとかいろいろやってて、あとあれですね、Chrome エクステンションバンバンすごい入れてて、何個入れてんだろう、この人、うん。なんかすげえ入れてんですよね。で、なんかこれ、 こんなに入れたら起動遅くならないのかなってちょっと思ったんですけど、まあ、なんかこの中で実は全然自分が入れているのを全くかぶってなくて、まあ、かろうじてかぶってんだけどリアクトデブツールとかあのまあラストパス自分は使ってなくてワンパス使ってるんですけどワンパスとかまあそんぐらいなんですけどなんかオクトリンカーっていうのをこの人紹介しててこれ何かっつうと GitHub の,の GitHub 開いた時にファイルのインポートとかあるじゃないですか。 あのインポートをなんかリンクにしてくれるみたいなやつらしくて、うん、あ結構それ便利だなと思ってよくそのこのファイル参照するときなんか最近リファレンスとか出るようになってますけど、まあ、うまく機能しないときとかあるからあこんなんなんだとかすごい面白いなと思いましたね、うん、あと結構この人プライバシー気にしてるっぽくてそういう何ていうんですかあのクッキーとかをオフにするやつとかそういうのはちょこちょこ入れてるなっていうのがうん 興味深かったですうん、うん、この、まあ、ウェブサイトこのブログの、まあ、リンク見たら、この人が何入れていか見る,見るとか見れるんで、まあ参考になるかなと思いますね。すげえなんか。はい。なんだろ、これ。こハッカーニュースとかそういうのも入ってるな。謎。個人的に使ってるのはこのビデオスピードコントローラー。あ、これ使ってます使ってます。これってえ YouTube でも一応なんかあるじゃないですか。はい,そういう。そういうんじゃないんですか、これ。 YouTube でもそうですね。それと同じですね。で、自分で好きな倍速の設定とかできるんで、YouTube 以外のサイトとかで、なんだろう、例えば研修動画とかで、めっちゃゆっくりな動画とかも3倍速ぐらいで見れるんですよ。うんうんうん、おお、なるほどね。なるほど。はい。動画が動いてれば基本何倍でもできるんで。ああ、そういうことなんですね。この人は Very Highly Recommended て、はい、書いてるけど、そういうふうに使ってるってことですね。そうですね。めっちゃいいですよ。 ええー、ああ、じゃあ入れます。うん、こんな知らなかった。うんうんまあ、こういう感じで結構この人、Chrome エクステンション使いまくってますっていう感じで、で、その次がターミナル周りのセットアップですね。で、んんあの、まあ、この人、ターミナルのセットアップ、VIM、まあ、と GSHEL と、あとは、あ、マジシェルかな、主には。 うん、のセットアップをギストに上げててそれをダウンロードしてセットアップしてるっぽくてこれなんかすごいいつもやろうやろうと思っててあの自分のセットアップ上げといたら後でまあパスマック変えた時も簡単にできるなと思いつつできてないんで改めてこれを見てやろうと思いましたこれで言うと、はい、あの設定するシェルみたいなのをと 全部セットトトににしててプライベートレポジトリに上げてるんですよ、ね、ああやっぱそういうのされてるん,、ね、んですね。してますしてます。あのブリューとかめんどくさいじゃないですか。なので、はい、あのブリューとブルー,ーカスクとか使ってアプリとかも入れてそのシェルが壊れてなければ基本的にはそれを実行するだけでいいみたいな感じにしてますね。ああいいですね。うん、うん。そうそう。そういうのをやろうと思いつつ。 なんかめんどくさくてやってないんですけどやろうと思います。うん、<laughs> <laughs> いや絶対そう方が<も>いいですよね。うん。あその方がいいけどでも年に一回二回あるかないかじゃないですか。そうなんですよ。でそれで言ったら俺も<う>例えばシェフとかで書き直そうかなって思うけどちょっとめんどくさいからいいかなっていう感じですね。うん、うん。そう三年に一回ぐらいじゃないかなとか思ってるんでまあうんちょっと面倒だなとか思って。 てる次第ですどんな設定あるのかなと思ってこの人の,その設定ファイルを覗いてたらエリアスのところに「ファッキング」っていうのがあって、うん、ファッキングに「スードゥ」がアサインされてて <laughs> これ全然意味わかんないけど面白いなってなんで「ファッキング」が「スードゥ」なんだろうっていうのは <laughs> はい、まあ、いろんな、うん、エリアスもこの人セットアップしてますけど。 ちょっと面白かったです、それが。<laughs> うん。そうですね。で、あとは、あの、まあ、環境設定周り結構、あとあって、この人がやっぱ、そのフロントエンドを開発するから、ノードのセットアップ、やっぱり結構してて、自分もそのノード、ノードってすごいあのバージョンがいっぱいあるんですよね。いろんなバージョンあって、まあ、世の中的には14とか、まあ16とか、12とか、バージョンがあるんですけど、まあ、 あの環境によって使えないバージョンとかがあるので、まあ、それを切り替えられるように NVM とかそういうのを、まあ、入れるんですけどその環境によってノードのバージョンを変えるためにでその人は FNM っていうのを使っててなんか早いらしいからあ早いのいいなって思ってこれも入れようと思いました、うん、<laughs> であそうですねまあそういう NPM 周りとか入れてあとは あなんか特徴的だったのが、あそうそう、この人の,そのアプリ周りで、まあ、すごいアプリ周りいっぱいあるんですけど、やっぱりそのあのスクリーンシェア系、スクリーンショット撮ったりとか、スクリーンシェア系のいっぱいこの人紹介してて、なんかスクリーンショット撮るんだと、まあ、自分はいつもなんか、Mac のあるじゃないですか、スクリーンショット撮るやつ、使ってるんですけど、はい、この人なんか、えー、スクリーンショットっていうのと、ザッピーっていうのと、 なんだっけ、ライトショットとショットールとかめちゃくちゃなんかいろんな種類紹介してて、うんうん、こんなにスクリーンショット種類あるんだっていうのも驚いたし、あとは、まあ、動画撮ったりすると思うんですけど、なんかスクリーンフローっていうのがあるらしくて、いつも自分はクイックタイムとかで撮ってたんで、ああなんかこういうのも便利そうだなってちょっと思いました。で、そうですね。まあそんなの感じで、あとあれですね。ターミナルで なんかこうタブンとかコパイロットとか、あ、これターミナルっていうかあれですね、VS コードか。VS コードの設定で入れてて、やっぱ最近そういうの使ってる人多いんだなっていうのも思ったり、なんか使ってますかこういう AI 系の保管ツール。いや、入れてないですね。ああ、ないですか。なんか自分もタブナインっていうのは一瞬使ったんですけど、うん、なんかあんまりなんか機械に書かれるのが、 ちょっと違う方向に書かれると嫌だなと思ってやめちゃったりして、まあけど、インテリコードっていうなんか、マイクロソフトが出してる、あの、保管ツールがあるんですけど、まあ、それは使ってて、うん、まあ、便利っちゃ便利ですけど、なんかどん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 こういうのに書かれてしまう怖さもあるなというふうに、そうですよね。これめちゃくちゃコード、これをでも使いこなせない、使いこなさなきゃいけないんでしょうね。うん これ結構、うん、いや面白いなと思ってあの情報革命もそう情報革命って言い方がもあれですねなんかあのうさんくさいサロンみたいですけどあのコンピューターの普及とかあと産業革命の時とかもそうですけど生産性が向上することによって人間が楽をできるようになったって思われてるけど実際は労働の量が増ええー、増えただけみたいな話あるじゃないですか。 ありますねだけど AI が発,発展することによって AI に仕事を任せることができて人々はベーシックインカムで生きれるみたいなそういうなんか意識高い話ありますけど、うん、今の話から考えると結局うちらが行動するスピードが上がるだけであって、うん、楽な世界というのは AI では来ないのではないのかっていうのをちょっと思ってしまいましたね。ああー確かにに人間がそのスピード感になれるだけであって 将棋とかもそうですよね。その AI から将棋のパターンを学ぶことはするけど、結局人が置き換えられるわけでもないし。確かに。AI とかを使って自分たちの能力とスピードを拡張することはするけど、それが人々の生活を置き換えることはないかもしれないという、ちょっとフィロソフィカルな話をここから導いてしまいましたね。<laughs> はい。確かに。GitHub、まあ、コパイロットとか今すごい、あの、いろんな、 議論が出てますけどねこれ結局オープンソースから学習してるから<ー>でそれで GitHub コパイロット自体有料だからなんかフリーのものからお金を生み出してんじゃないかっていう批判も出てるからまあいろんな話ありますよねはいうん、うん、そうまあそんな感じでこの人いろいろセットアップしてるのを紹介していてまあ,あこれやってみようとかそういうのもあったんで皆さんもよかったら見てほしいなと。 思った次第ですはい、はい、なんかありますかユースケさん的にこれはこういうセットアップしてるとかこういうのおすすめですとか。えっと出てこなかったですけどアルフレッド使ってますであこの人もアルフレッド使ってって書いてましたねな何使ってるんですか,そうですかアルフレッドなんか、えー、普通のなんですかファイル検索とかあとウェブに飛ぶのとかもそうだしあと。えー なんだっけエクステンションみたいなのがあって、それで、例えばテキストメッセージで2ファクターオースのコードが飛んできたときにアルフレッドからコピーできるようにしたりとか、<ー> AirPod の、えー、接続をするコマンドとか、うん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 。なので使ってます。日付をコピーするとか、あとクリップボード機能とか。おお、結構いろいろあるんですね。ありますあります。ますわお、知らなかった。この人もなんか <laughs> iPhone、iPad の AirDrop に使うとか。 そういうこと書いてますけどね。あと、検索とか。確かに、スクリーンショット撮ったりするからよく便利かもしれない、それがあると。うん。そうですね。確かに。で、あと、アルフレッドも入れた人、MOOM っていうその画面をんですか、いい感じに分割してくれる機能、アプリ。あの、んですかね。MOOM、MOOM、Window、 ウィンドウを指定した、えっと、ショートカットで設定できるんですけど、例えば半分半分にするみたいな、ウィンドウを半分のサイズで左側に寄せるとか右側に寄せるみたいなことはできるんですよ。ほうほうほうあ、そんななんですね。それ良さそう。もう。はい。うん、と、あと、えっと、ルナーってやつで、ルナーは、あの、Mac って外付けディスプレイをつけたときに、あの、輝き、ブライトネスの調整が外付けディスプレイはできないんですよね。それをできるようにする。 それをできるようにするのがルーナーえすごい。それめっちゃいいな。それいつも自分も外付けのディスプレイあるからいつも手動でこうやってこっちやってて。マジそんなことできるんですね。すごい。はい、できます。ルーナあとは,は、えー、スクリーンショットをと例えばなんかウェブページ見ててである一定の部分だけなんだろう。一定の部分だけ切り取って それをこう別の場所と比較したいみたいなはい、はい、なんだろうな,なんかコードの一部とかを見てるときにまあ画面並べりゃいいんですけど画面並べるほど画面が広くないときとかにスクショを取って一番上に表示させ続けるっていうのがしたかったんですねでそれをやってくれるアプリがふわりっていうやつがあってそれも入れてますねふわりふわりふ日本語ですかふわりって日本語のふわりですねええー、ぐらいかな 初めて聞きました。すごい,いめっちゃ便利ツールばっか使ってるじゃないですか。使ってますよ、便利ツール。やば、やば、さすがです。めんどくさがりなんでこ。これがテック、ビッグテックに勤める人の。の <laughs> <laughs> プロダクティビティ。<laughs> プロダクティビティいや。全然そういうの使ってないやん、使うべきだと今思った次第ですね、これは。あと VS コードの設定も、 えっと、ギストかどっかに上げれるプラグインとかあるんですよね。うん、どうなんですねと。はい、どのエクステンション入れててみたいな、そういうの使ったりとかもしてるし、まあ、でもそんなもんかな。絶対入れなきゃいけないのは。おあ、今聞いたムームとルーナとふわりは、ちょっと自分も入れてみました。はいな。なんか、自分は大したことやってないなって思って、まあ、なんでしょうね。一応 アプリだったらなんか、ポモドロやる用のアプリがあるんで、それ使って、B フォーカスドっていうのを使ってますね。プロのやつを買って、買ってたりとか、あとはまあ、GitHub クライアントとか誰でも使ってるようなツールしか入れてない。B <laughs>、うん、<laughs> フォーカスト、はい。B フォーカスド入れたけど使ってないですね。あ、本当ですか、うんうん。結構いいですよ。おすすめ。うん、自分はこれを使って。 25分測ってるんで。うん。ほんとないんですよね。あとはまあ、最近すごいよく使ってるアプリは、あの、r ってやつですね。LOOM。うんうん。聞いたことありますないです。はい。なんかあの、これ、動画を撮るんですけど、要はなんか、デモとかするときに、あの、左下に自分の顔を買って、で、ありながら、こう、画面をシェアして、こう、動画撮るみたいなてて。あ、なるほど。 プレゼンとかじゃなくても、まあ、簡単なそのなんですかちょっとこれの使い方説明しますみたいのでパーッと動画撮ってでこんな感じでこうやってこうやってこうやってこうやったら動きますとかっていうのを動画撮ってでもすぐリンクが生成されるんでそれを例えばスラックとかに置いてあの、まあ、リモートうちリモートチームだしその、まあ、時差とかもあるんで見といてねみたいなで渡しとくとあのそれを見てやり取りできるっていう。 これはそうですね、クロームエクステンションと、あとアプリがあるんで、普通にそれを使ってますね。このクロームエクステンションでいうと、僕はあれですね、ReadAloud っていうエクステンション入れてて、これは読んでくれるっていう、ウェブサイトを読んでくれるってやつですね。ああ、はいはいはい。 集中できないときとかに、これボタンペッて押すと勝手に読んでくれるんで、うん、無理やり読まさせられるっていうので、やってますね。うん、ああ、よさそう。なんか最近、はい、プレイヤーついてるブログとかありますよね。ああ、ありますね。はい。で、な,なんか 7minutes とか書いてあって、再生できるから、はいうん、確かにいいかも。もう、うん、もう文字は読まないもんなんでね、もう。聞いたほうが早いから。<laughs> 聞いたほうが早い。 時もありますよねそうなんですね自分のまああとは Chrome エクステンションで言うとあのキーパーっていう Amazon の価格をモニターするやつとかああ<ー>これはあれですよ今度 Amazon だっけプライムセールあるじゃないですかはいプライムセールの前って全部値段すごい上がるんですよそうですよね、はい、でセールになって 元の値段に戻るか元の値段りちょっと、ね、高い値段で10%オフとかになるっていうのが <laughs> キーパー見てると分かるんであ、うん、本当にセールやってるのかどうかっていうのが分かったりとか、はい、あとグラマリーとかノーションのブックマークとかですよねノーションであのウェブページ全部スクレーピングしてノーションにぶち込めると,いうやつとかそういうのを使ってますけどああそんなもんですね。 はい、あれですね本当はいろんな人の聞いてみると面白いなって気がしていてはい<の>そうですね教えてもらえたらありがたいですねあ、まあ、言うてなくてもいいものたちなんですねこれらってね <laughs> まあそうじゃそうですだってアルフレッドでそのトゥーファクターオースのコードをコピーできるようにするなんて本当にマジセットアップにかかった時間の方が 節約してきた時間より長いんじゃないかと思いますもん。あ、そうですか。やっぱ何回もあるから、うん、結構いいんじゃないですか。気分いいですねうです。うん。なんかそのツールの、ね、そのツールの難点は PHP を入れなきゃいけないことで、Mac ってデフォルトで PHP 入ってないはずなんですよ、今。あ、ないですね。うん、はい。なので、ブリューインストール PHP ってやって待ってる時間の方が長かったですね、多分 <laughs> なるほど。なるほどですよ。はい。うん ロマンなんでね、<あ>これはね。まあ、そういう部分も若干あるかもしれないですね。<laughs> はい。うん、あるかもしれない。うん、そう。あの、ポッドキャストの音声編集を自動化できないかって試みるのとかもそうですしね。そうですね。はい。それはうまくいかなかったですね。うまくいったかもしれないですね。<laughs> いろいろやってるけど <laughs> い、ね。はい、<laughs> はい。じゃあ、そんな感じで、えー、今日は。 Mac のセットアップについて話しました。よかったら感想をハッシュタグ TodayI Learned FM でつぶやいてください。それではありがとうございました。ありがとうございました。